まっちゃんねる。こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を指するまっちゃんねるです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの大武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。赤龍の音羽山親方が審判にね、あ、そうあの時は確か枝川親方が団長を崩して、うん、そうですね、まあ何人か交代で入った審判員の方いましたね。そうですね、はいはい、大塚さんの若藤親方も途中から座ってられましたね。双子山親方がね、団長を崩して、うん、そうですね、それはもう一門の親方に変わるからね、そうですね、うん、それでね、その音羽山親方が座った時に松武蔵さんすごいことに気づいたんですよね。ああ、そうなんですよ。審判見て、あ、音羽山親方座ってる、うん、どのグループに入ってるのかなと思って、うん、後の4人の親方見たら琴錦の旭山親方、うん、出島の大鳴門親方、うん、琴欧州の鳴門親方、豪栄道の武隈親方と鶴竜の音羽山親方、これはね、なんとこう全員優勝経験のある親方だったんですよ。そうですよね、うん、他のね、この審判のグループどうかなと思ってみると、うん、優勝経験がない審判の方がもちろん大半なんだけども、うん、よりによってここのグループに優勝経験のある審判ばっかり集まってたのか、まあたまたまだろうね、ですけどね、うん、うん、すごいメンバーだったんですけどもね、うん、それでね、はい、あの一つ質問が来てるんですよ。ありがとうございます。この前松武蔵さんは審判は順番がぐるぐる入れ替わるんだという説明をしていましたが、はい、音羽山親方はずっと同じ場所にいたような気がします、うん、これはなぜか理由があるのでしょうかということなんでね。そうですね、音羽山親方がいたのはあの西の向こう上面のところに、そうですね、2階の行司さんの右隣ね、うん、に座ってたんですけどね、うん、私もね、うん、現役やってる時は全然知らなくて、はい、辞めてから知ったんですけども、うん、5人の審判はあの誰が上とかじゃなくて、うん、みんなあの同じ審判でやってるんですけども、うん、でも1人が欠けたら、うん、どこが一番こう開けていいかとなると西側の向こう上面なんですよ。例えば東の審判が体調悪い、まあ、トイレに急に行きたくなって席外した時に、うん、東は開けれないんで、うん、向こう上面の西側の審判が東の回ってくる、回るかずれるか知らないけど、うん、だからもし4人でやるとなると、うん、西側の向こう上面がいなくなってくる、うん、あ、ということは音羽山親方は初めて審判するので、うん、まあちょっと一番軽めの場所をずっとやってたっていう、ね、そうでしょうね。確かにね、いつ見ても、うん、そうそうそう、西の向こう正面に座ってた。私も最初気づいた時に、うん、あそこに座ってるなと思って、うん、次の日見てもあそこに座ってたんで、うん、あ、音羽山親方は、うん、場所前から審判決まってた、うん、だったらもう普通にはずれていくんだけど、一門の、うん、あの交代の親方として、うん、急遽あそこに座ることになったんです、うん、まあ初めてやるし、うん、見習いではないけど、うん、そういうね、そういう配慮をみんなでしたんじゃないかっていうことですね、うん、そうですね、うん、でもあの千秋楽ぐらいにちょっと違う場所に座ってましたね。そうですね、今度は向こう上面の東に、時計係に座ってたような気がしたんやけど、うん、どうだろう、とにかくあそこではないところに座ってた、うん、覚えはありますもんね。まあ向こう上面には控えに行事を挟んで2人審判の方座れて、うん、左の方は時計係といって仕切りの時間とか見ながら審判している。で東西は控えの力士の横真ん中に、うん、正面はまあそのグループの審判長という立場で相撲を見てる、うんうん、そして向こう上面は一応2人いるから、まあ、この中でもし抜けるんやったら東側は時計係だからっていうことで、うん、西側の向こう上面が万が一の時には抜ける可能性がある、うん、そうね。で今回は音羽山親方はもう急遽初めての審判になったんで、うん、あのあそこに座ってもらったんじゃないでしょうかね、うん、そうですね、うん、まあ、でもね、こんな声もありましたよ。音羽山親方ね、うん、なかなか解説とかうまいのに審判になっちゃったら解説聞けないね、うん、そうね、いつもね
渋めの解説をしてくれて、特に後半戦になると、うん、やっぱり心理的なところとか、うん、もう自分も経験してきてるから、うん、従順に、うん、解説すごい面白かったんだけど ね、 そうですね。まあまあ枝川親方が来場所復帰するとまた解説とかに回ってくるんだろうけど、うん、来場所からはまた枝川親方に戻るのかもわからないし、うん、もしね体調をちょっと長く崩されたりしたら入ることもあり得るっていうことですね、うん、そうね。でもまあいずれはねそういう審判っていうのも経験していくんですよ ね、 やっぱり審判って割とエリートっぽい言い方される時ある。そうね、改正とかがあって若手の親方がなることが多いよね。うん、そうですね。でもそういうね解説の上手い親方っていうのが審判に入っちゃうと聞けないっていうそういうデメリットはあることはある、ね、うん。でも何人かの親方で解説回してやるみたいですけども、うん、まあ全然出てきてない親方も、うん、あそこに座ってもらったら、うん、めちゃくちゃ分かりやすい解説する親方もいるかもしれない。我々が目の当たりにしてないだけで、うん、そうですね、うん、でもね私はどっちかというと衛星放送から NHK のね、うん、相撲中継を見るんだけども、ヨウムサシさんは自分の部屋で、うん、アメバで見てるから、うん、解説のテンションが違うんだよ。そうですね、やっぱり NHK はちょっと堅苦しいところがあるんだけど、うん、まあ、アメバの解説っていうのも結構面白いんで ね、 あ、 ね、うん、その時にはね、あ、そういうこともあったんかって感心するような面白い話ですね。なんかちょっと相撲から離れたエピソードとかも、うん、言ってみるみたいでね。そうですね、うん、まあ、解説で言うとね、幕下の衛星予想の時とかに出てきてた朝日賞のね、うん、桐山親方、振り分け親方、ね、この方は面白かった。おしゃべり、うん、うまいっていうか、うん、面白い解説として、うん、ちょっと和む。そうですね、うん、まあ、あの朝日賞といえば、まあ、関取時代には、うん、もうバラエティ番組に出て逆立ちしたりとか、あ、そうね、したりとかね、うん、あのそんなもん見せて非常にひょうきんな親方だったんですけども、うん、なんか口も滑らかでね、うん、あの今回ね残念ながら退職ということになってしまって、うん、推しも声も多いんですけども、きっとねまた豊ノ島と一緒にバラエティ番組に出たりと か、 なんかそういう芸達者な気はするんですよ。そうね、あの、うん、漫才M1 に出たり、まあ、またねどっかで活躍してくれたらなと思いますね。そうですね、はい、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。また次回、さよなら。